東日本大震災被災地支援経由第9回アサヒビール杯争奪戦。第9回アサヒビール争奪戦 A 級優勝は青森89期阿部秀樹選手の優勝でした。ただいまより阿部秀樹選手の優勝インタビューを行います。それでは阿部選手の入場です。大きな拍手を持ってお迎えくださいませ。優勝しました阿部選手です。おめでとうございます。おめでとうございます。終わってみたら3連勝ということなんですけども、今回の出来はどうだったんですかね。出来は良かったです、はい、珍しく3日間全て満点の競争だったんですけども。そうですね、はい、これからは北日本の選手がたくさん育ってますので満点の競争が増えると思うんですけども、満点の競争と地域の競争っていうのはどっちが好きですかね。どっちも好きです。この大宮バンクとの相性は過去はどうですか。決勝乗っても9着ですね、はい、意外と初日の得点取ると準決勝でちょっと、保証としたりとかいうのがあったような気がするんですけども。 ありました、はい、今回の3連勝、気持ちよく、昨日始まるということでスタートできましたね。はい、おかげさまで、はい、前来た場所はね、高級後、優勝戦に乗れなかったっていう割には今回の動きは本当に出色の動きだったんですけども、自信のほどは今日分かりましたか。ついていったら抜けると思ったんですけど、はい、師匠はね、小橋明則さんということで、私もよく一緒に走らせてもらったんですけども、努力家の師匠に対してやはり素質の阿部秀樹選手、もうちょっと上位で走ってもらいたいんですけども、どうですかね。自分もそんなつもりじゃないんでもっと頑張ります。それでは最後に大宮競輪のお客様にメッセージをお願いします。これからも力を出し切れるように頑張ります。応援してください。